里崎チャンネルジョッ。さあ今日もやります。7月14、15、16全試合3連戦総チェックということで、のっけから参りましょう。もうそろそろね、開幕してから約1ヶ月経ちますから、各チームね、戦い方、しっかり出てきてきて、まあその中でね、怪我人もちょこちょこ主力どころでね出てきていて、苦しい戦い強いられてるチームはありますけども、まあ総力戦でね、どこまで戦っていけるかっていうところで、ね、今回3連戦、まずは中日 DeNA からいきたいと思います。14日、3対5で DeNA で、15日に対して中日、16日、8対0で中日、2勝1敗でね、中日がカード勝ち越しというところですけど、まあ、あの火曜日の試合 DeNA がね、1回ロペスファーストゴロ冒頭タイムリーエラーねからの2回表レフトフェンチョクでね、セカンドタッチアウトっていうところで、全力疾走ねしてなかったところが痛かったですよね。この守備と攻撃を含めてダブルで勝つってね。でまあオースティンがね、あの今怪我で一軍抹消されてますけど、いなくても打線がねグーッとというところで、まあ梶谷佐野がね、好調をキープ、しながら、まあ、あの前回ね甲子園で初回3失点、で交代して、中3日で、大貫が先発っていうところでしたけど、今回はね丁寧な投球で8回89球3安打、6奪三振と、低めにコーナーにしっかりピッチングできてね、中3日っていうところでしたけどね、前回の甲子園での残念なねピッチングを挽回できたかなっていうところ、大貫ナイスピッチング、グッね。あと最終回ね、山崎康明ね、ちょっと球高いかなとね、いう感じありましたし、やっぱり山崎康明低めに行くからこそね、あのツーシームが生きてね、自分の投球ができるんで、まだちょっとね調整しきれてないのかなと、低めの投球ね、守心として絶対的なね姿、帰ってきてくれるの見たいなと思いますね。まあドラゴンズの方もね、まあ4回表ね、石川が一矢満塁からのセカンドね、ベースを踏まないでっていうところでね、ちょっとどうしたんですかね、タイミング合わなかったんですかね。でもあれをねよくね、DeNA 側もリクエストを申請したなっていうところもありますし、まあ、あの投手のね山本投手、あの投球自体はねそんなに悪くなかったと思うんですよね。流れ悪い中ね断ち切れずっていうところでしたから、まあ、ちょっとね残念かなと。でも全体的にピッチング見ててそんなにめちゃくちゃね悪いような感じもしないですし、まあ、次回登板期待したいなっていうね。アリエル・マルティネスがホームラン打ってグーバッティング、いやー今年ねこのマルティネスがどんなキャッチャーで活躍するのか、まあ固定ではね戦わないにしろ本当に注目度、出てくるし興味ありますね。でまあ15日ね中日が勝ちましたけども、3回の裏ね1番2番出てからのビシエドに託すっていう、まあ今回もね1番2番がしっかり出てもビシエドにっていうね、これがもう今のドラゴンズに一番最適なねパターンかなと。もう 1、2番が出てビシエドに託していくんで、そこでビシエドがね打てるかどうかでねチームの勝ち負けがっていうところもありますし、あとサードね石垣がスーパープレー、あの宮崎の打球ね、あのスーパープレーねチームを助けたなっていうところもありますし、あの移籍後にね松葉が初勝利666日ぶりということで、まあ、チェンジアップのね緩急も生きて高低しっかり投げ切ってグッピッチングね、5回3分の1無四球6安打 3奪三振、まあ、1失点ということでね、本当に丁寧にね低め緩急チェンジアップねいいピッチングできたかなと。まあね、あの6回表の外のホームラン、あの低め打たれたら仕方ない、あれはもう外がすごいね、外グッバッティング、まあでもいいね、あのここからね先発ローテーションに食い込んで、頑張ってもらいたいなと思います。で今日がビシエドに託すっていうところで、ビシエドが敬遠したところ、その5番に入った阿部が3安打4打点と、全て右方向で、ね、ビシエドが敬遠しても俺が打つぜっていうね、こういうところをカバーしていってると、まあ打線もね回ってくるんで、まあビシエドのねあと打つバッターも大事かなと。1、2番出てビシエド託す、ビシエドが打てなかったら敬遠されたら5番が返すね、この形を作っていきたいなと。あとドラゴンズね、岡野投手はもう今日ダブルプレーも多くね、コーナーにしっかり投げ切れたかなと。あとまあ DeNA はね、宮崎選手も含めてちょっとね、まあ打率は高いんですけども、ちょっと打ちあぐねたかなと。まあダブルプレーも多かったですし、まあ8対0ですからね、まあ、DeNA としてはまあちょっといいところがなかったなっていうね、試合展開になりましたけど、まあ全体的にね、まあ2勝1敗で、
まあ、あのドラゴンズが勝ち越すっていう形になりましたけども、ここからね、まあ、DeNA としてはやっぱりね打線がうまく回っていかないとなかなか厳しいっていうところもありますし、まあ、ドラゴンズはね中継ぎ陣の踏ん張りっていうところのいい形も出てきましたし、マルティネスあとビシエドの後ろっていうところがね週末も含めてどういう戦いできるのか、注目したいと思いますね。さあ続いて広島対巨人、14日2対7で巨人、そして15日1対12で巨人で、16日4対9で巨人ということで、巨人の3連勝グッド、まあ、マツダスタジアムで9年ぶりの3連勝というところでね、巨人が、まあ、圧倒した試合展開になりましたけども、まあ、14日はね、まあ、菅野が5回109球4安打 5三振、まあ、2四球っていうところでね、まあ、あの肩の開きがちょっと早かったかなと、ね、早いことによってね手が離れてコントロール乱すかなっていうところもありましたし、まあでも悪いなりに無失点でまとめるっていうところがね、さすがエース、これぞエースっていうね、まあ、戦いた方だからっていうところもありますし、中島選手がね非常にコンパクトなバッティングで右方向を打ってる、まあ、あのバッティングがねされると、まあ、僕もライオンズの時戦いましたけど、ああいう軽打してきたりコンパクトに振ってこられるとね本当に厄介なバッターになるんで、状態としてはねいい傾向あるんじゃないのかなと。2回6回のねあの打席っていうのはね中島選手素晴らしかったなっていうところもありますし、カープはねクリー投手5回6安打、2三振2四球4失点っていうね、3回表ね投球自体全体的に悪くなかったと思うんですよね。でも3回表に菅野のフォアボール、そして坂本フォアボール、まあ、あれが全て、あそこの菅野フォアボールがもう全てかなと。でその後ね岡本のホームラン、まあ、あれは打った方がすごいですね。しっかり右足に体重乗せて前に移動しながらも体重乗った打球だったんで、低めパンってね合わせただけですけど、まあ岡本のねパワーでホームランっていうところですけどね、まああれは岡本のねバッティングの素晴らしさっていうのはありますけど、まあ九里はねあの3回表に菅野坂本のフォアボールがな全てかなっていうところはありますよね。あとまあ6回表 DJ ジョンソンの時に、まあ、田中康介がまあ2つのエラーで3失点っていうところで、まあ、全体的にフォアボールそしてミスで負けたなっていうね初戦になりましたね。まあ、15日、まあ、12対1もうこれはね戸郷のねナイスピッチング、戸郷ナイスピッチング、外のねストレートのコントロールが抜群にね、特に左打者のアウトコースのストレートのね抜群のコントロール、フォークボールね、ストライク取れるフォークもあれば低めに投げて空振りを誘うフォークもありますし、そういった面でも、まあ、投球ねまだねあの若さであのピッチングクレバーのねストライクどんどん投げ込んでいって臆することなくねストライク先行で勝負できたっていうところもね好結果生んだかなと思いますね。あとなんて言っても丸をねジョンソンに1割台と、成績が振るわないから丸を引っ込めてっていうところでね、まあ、要ウィーラー出ましたけど、そのウィーラーがねホームラン、決定的なホームランをね打って、まあ、3回ね中島もうインコースね足開いて狙い打ちっていうところでねタイムリー、そういった面で、まあ、打撃陣もねいい形でできました。あとねパーラーの、田中康介のライト前ヒット飛び込んでね、あれノーヒットノーラン継続中だったんで、まあ、後ろに反らしてねスリーベースにはしましたけど、あのノーヒットノーランさせるぞっていうね無理やりでも突っ込んできたパーラーの守備反らしましたけど、僕あれねああいうの好きっすね個人的にはね、あのパーラーのね飛び込んでくる意欲ってねノーヒットノーランっていうところはね、ああいう企画好きだなと思いましたね。まあ広島はねジョンソン、まあ下半身またね前回もそうだったんですけど、あのグラウンドコンディションの悪いところのね右足の踏ん張りの土の柔らかさかなり心配してたのかな、気にしてたのかなっていうところもありますし、まあだからその分ね踏み込みが足りず状態と下半身のバランスも悪かったですし、あと中継ぎの島内ねストレートばっかり投げるんですよ。でウィーラーにタイムリーで岡本にホームランっていうところで、もうちょっと変化球使えばさらに良くなるんでね、あのストレートばっかりっていう配球はねちょっとどうなのかなっていうね見てて思いましたね。でまあ今日の試合もしっかりね9対4で岡本がね3試合連続ホームラン、岡本ナイスバッティング、しかも坂本もね明らかにタイミングも合ってないし状態良さそうに思わないですけど、その中でフォアボールをしっかり選ぶっていうねこの参戦、そういったところがねやっぱり一流のバッターだなとね、打てない時はフォアボールを選ぶで、そのうち復調してきたらね今度打率も上がっていくっていうところでね一流のバッターだなっていうところも見れましたし、まあ昨日の戦いもそうですし、まあ、全体的にねこの原監督の采配がねもう見事に当たったなと、やることなすことうまくいったなっていうところもありますし、まあね15日の試合でも初回ね
ノーアウト1塁で坂本にね送りバントさせるとかね、まあ、3番ウィーラーにね3回1、2塁でバントの際ね結果的にフォアボールになりましたけど、もうウィーラーにもバント、巨人はそういう野球するんだよっていうねあの姿勢ですよね。ジョンソンにね1割台で丸お休みでね、でまあ1番北村入ったところがそのジョンソンのカーブをね2打席連続ヒットとかね、ウィーラーが2安打ホームラン打つとか、こう代わりに出た選手も大活躍で、今日もですね途中からね出た増田もそうですし、今日スタメンの亀井1打席目にね初球打ってツーベースとかね、で吉川がホームラン打ったりだったりとか、あと丸にね今日もバンドをさせてここもう1点取りに行くんやっていうところのね岡本のホームランっていうところでね、あの原監督の采配が本当にものの見事に的中したなっていうところもありますし、そこを選手たちがねしっかり結果に結びつけたなと、あとまあ本当に原監督の采配で勉強になるのはこの今回のね増田にしても若林にしても途中から出ても1打席必ず回るように早めに変えてるんですよね。でそうすることによってその若手のベンチの選手たちの打席での経験値も失わないように、しかもそこでしっかりねまた結果を出すっていうところも素晴らしいですね。守備固めだけとかダイソーだけとかじゃなくてね、ちゃんと打席が回るように、これは昨年からもそうなんですけども、まあ、そういったところで、ね、原監督の采配は本当に勉強になるなと、あと次にねベンチから行く選手のモチベーションがね上がるなっていうね、やっぱり打席の中で結果を出すっていうところもね、あの選手層の厚みを増すための采配本当に素晴らしかったなと思いますしね、原監督の采配ねグーっていうのもねちょっとあのおこがましいんですけど、あのそういったところはね本当に勉強になる、采配だなと思いましたし、まあ、今日メルセデスね本当にコントロールも良かったですし、力強いね球、まあ、広島相手にはねあの対戦成績今までは悪かったんですけども、今日はしっかりとしてね投球もできて、あのバッティングでもね良かったなっていうところありますけど、まあ、カープはね逆にやることなすことうまくいかない、あと打線がつながらないね、打ってはいるんですけどつながっていかないっていうね、でここ欲しいところで1本出ないっていうね、ジャイアンツは逆にここ欲しいよっていうところに必ず1本出る、まあ、こういったところがね結局ね3連勝とか3連敗につながったかなと、まあ、今度はねカード変わりますからそこで仕切り直しね、まあ、カープは増田でそのまま次ヤクルトですかね、仕切り直してどこまで戦えるとか、もうこれ以上ちょっとカープはね連敗避けたいなと思いますよね。まあ、ジャイアンツはねこのままの勢いであのやることなすことうまくいってるんで、いい流れで次戦も行きたいですね。さあ次が、セリーグ最後は、阪神対ヤクルト、14日、6対4で阪神、そして15日が9対5でヤクルトで、16日6対4で阪神というところでね、まあ、14日ね、まあ、あの初回西浦のサードゴロ、大山がねホームへジャンピングスローでね、投げて、で青木がねナイスライディングでねセーフ、まあ、阪神に失点はしてしまったですけど、大山のプレーねグップレー良かったですね。あれはまあ青木も含めて全部がねザ・プロのプレーっていうところでね、あの際どいプレーでしたけど、まあああいうプレーはね、まあ、フィルターチョイスになりましたけど、まあ、僕は積極的で良かったかなと思います。あと阪神はねボーアが、ボーアはね変化球は打ちます、やっぱインコース攻めていかなきゃで、まあ、今日の試合でもねインコース攻めてあのセカンドゴロでしたけど、あとインコースをどこまでさばくかですね、もうあの本物のように思うんですけど、ちょっとインコースの対応が見たいってね、それだけ見たいんで、タイガースファンの皆様、あのボーアがもう完璧に本物ですっていう宣言は 99% 出したいんですけど、あのインコースの速い球の対応を佐々木はもうちょっと見たいんですね。あとはですねサンズがね3安打ということで、でまあ今日もホームラン打ちましたし、サンズも上がってきてボーアも上がってきて、このちょっと打線がねちょっと怖いなっていうね感じもありますし、あとまあねその14日の試合、まあ、中継ぎ馬場岩崎でソアレスと、まあ完璧じゃなかったですけど、そこの形をね作れたっていうところもね、まああの火曜日の試合良かったなと思いますし、まあヤクルトはね石川がね、まあ、左打者に対してのインコースのね制球が若干うまく入ったかなと、まあそこをね糸井5回裏ね勝ち越しのタイムリーを浴びるっていうところでね、あの全体的にその左へのねインコースちょっと甘くなったかなと、まあ1回ね抹消される形になりましたけども、まあここでしっかりもう一回さね体のメンテナンスを含めて調整して早く石川にねチームとして1勝ねあのつけてやりたいなっていうね思いはありますよね。あとまああの山田がね6試合ヒット3本というところでね火曜日の時点でそこはね若干やっぱ心配だなと。でまあ15日ねヤクルト勝ちましたけど、初回ね荒木村上西浦とファーストストライクからしっかりどんどん積極的に打つってね、まあそれで2得点っていうそういうところがねまあ好結果を生みやすいというところで、その積極的な形にバッティンググーナイスバッティング、でまあエスコバーがね6回表ホームランねセンターにっていうところもありますし、まあピッチャーのガルシアがねちょっとあの普通ここで構えるのにここで入っちゃってね
胸のところで入っちゃって、あ、間違った、ここにあったで、ボークになって、まあ、その動揺もあったかなっていうね、まあ、本人苦笑いしてましたけど、まあ、どうしたんだろうなっていうね、感じありましたね。で、まあね、村上はね、もう甘い球は見逃さないですね。あの、しっかり甘い球を選球眼よく自分の打てるところをしっかり仕留めていくっていうところで、もう昨年からね、1ランクも2ランクもね、3ランクもね、成長してきてるなっていうところもありましたし、やっぱ井上はね、やっぱり良かったですね。まあ、前回かな、あんまりあの結果としては良くなかったですけど、僕はそんな悪くなかったとね、ピッチング内容を思ってましたけど、やっぱりあのいい形でね、ピッチングしてたなと思いますし、阪神ね、この水曜日もボーア3安打、あの梅野のストレート、バックスクリーンのホームラン、もう本物確定かってね、ここにね、本物確定って書いてるんですけど、その横に赤で打ち攻めるって書いてあるんですよ。だからやっぱりインコースがね、もうちょっと見たいっていうね、とこはまだあります。あとね、馬場がね、ボールが高くて不安定っていうところでね、その火曜日はね、ちょっとずつ良くなってきてたんですけど、まあ、ここしっかりね、馬場も頑張って、このね、藤川いない中、中継ぎね、しっかり固めるために頑張ってもらいたいですよね。で、まあ今日の試合はね、もう福留様々っていうね、6回福留タイムリーから8回ツーランホームラン4打点ということでね、まあ俺もいるぞっていうね、ベテラン組がここから層を開けてきたら、本当にちょっとね、タイガースの逆襲っていうところが始まりそうですし、まあ3度のね、ホームランっていうところ、まあヤクルトはね、中継ぎが打たれてしまいましたけどね、清水とか近藤とかね、まあこんな日もありますね。今までヤクルトはね、本当中継ぎで清水も含めて長谷川、梅野とかもね、頑張って来た中での戦いもいっぱいありましたし、それでね、勝ちを拾いたところもありましたから、まあこんな日もね、中継ぎそれは打たれることもありますよ。これはもう気持ち切り替えてね、次のマツダスタジアムに向けてヤクルトも行きたいですし、ちょっとタイガースがね、ちょっとこの6月下旬一気に打線爆発で行きたいと思いますけど、まあ一つだけ見たいのはボーアのインコース攻めした時の対応、これをちょっと僕としては見てみたいっていう。でもまあタイガースがね、しっかりこの3連戦勝利いっぱいでね、勝ち越して、まあいい形でね、次の週末どう戦うのか注目したいところです。さあ続いて、パリーグというところでね、まあ日本ハムロッテ戦いきたいと思います。14日はね、2対5ロッテの勝ちで、15日6対4日本ハムの勝ちで、今日3対4ロッテの勝ちということでね、まあ火曜日はね、見守るローテーションね、日曜日のところ火曜日持ってきて、やっぱ火曜日大事だぞってね、やっとずっと佐々木が言い続けたことがね、まあその火曜日に持ってくるっていうところでね、今が変化球のね、甘め、結構甘めの球多かったんですけど、変化球の曲がりが遅かったから、バッターちょっとね、芯外すとか対応しづらかったと思うんですよね。まあそういったところがね、日本ハム打線の連打をね、許さずっていうところで、まあほんで変化球多投してね、それがいい具合にね、はまりましたよね。だからそういうところはね、甘くても打ち損じるっていうところはね、変化球の曲がりが遅い、いい投球ができたっていうところですよね。でまあ無四球ということでね、美馬、ゴッペチェンで、まあ荻野がね、好調維持っていうところでね、これ盗塁を今年はいけるんじゃないのかっていうね、体の元気さあるんで、まあ荻野の場合ね、怪我しなければグーっていうね、あの結果をね、おのずとついてくるっていうところで、そこだけが心配ですけど、もう荻野に高めは禁物ってね、高め行ったら自分のバッティングされちゃうよっていうね、いいバッティングしてましたし、あとマーティンがね、4打数2安打2打点1ホーマーね、菅野が4打数2安打1打点っていうところで、このね、荻野、マーティン、菅野っていうこの 1,2 番がね、もう素晴らしい活躍しきりましたね。日本ハムはね、ちょっとキャッチャーの清水、1回3回とあの冒頭ピッチャーの上沢に当てる、そしてサードはね、とんでもないところ投げるって言って、ちょっと一歩かっていうね、ところは心配ですよね。まあ1軍登録抹消されましたけども、腕がね、すっごい縮こまってるんで、でまあ共にね、失点してしまって、若干で、その前もね、前のカードの時もあのセカンドスローとかね、若干不安定さ出してたんで、イップスも軽いイップスとかもあるんで、このまあ僕でもね、あのそういう送球になった時も一緒あるんで、もうその時ね、もうどうでも投げいれなれと思ってね、全力で投げるとね、逆に良かったりもするんで、まあこう1回2回落ちてね、まあ心身ともにリフレッシュして、もう1回ね、まあ山中コーチもいますし、そこでしっかりね、あの立て直してもらいたいなと、思いますね。あとまああの打順がね、1番から4番までとね、5番から9番までっていうところでね、ちょっと好不調の波が分かれちゃったなっていうね、火曜日ね、まあ下位打線のね、副将が鍵かっていうところもありましたし、そういったところね、で4回表ね、2、3塁で田村の打球、清宮がファンブルするとかね、ちょっとずつのね、ミスがね、失点につながったかなっていうね、ところもありますね。でまあ15日はね、まあ日本ハムがしっかり勝ち切りましたけど、あの6回裏ね、中島
中島が盗塁した時に柿沼のスローイングは完璧だったんですよ。でね、藤岡のベースに入るのが遅くて、まあ、ボールがねノーバンでベースに当たるっていうね、あそこしっかり入ってればあんだけいいねキャッチャーのスローイングってなかなかないんですけど、まあそれでねピンチ拡大してしまったっていうね、セカンド入るのが遅いんですね。ああいうのちょっとキャッチャーとしてねミスをせないっていうかね、しっかりやってもらいたい、盗塁阻止率下がっちゃうよっていうねところですし、8回裏先頭中島 の悪送球で決勝点、まあ、ノーヒットね、中田がギフ打ってノーヒットで点が入るっていうところで、ね、悪送球レアード、そこもちょっとね痛かったですし、今まではね本当にね相手のミスを逃さずそれを得点につなげて勝ってきたマリーンズのチームが、まあ、ここはねちょっとミスを相手に与えてしまってそれをね得点につなげられてしまうっていうね、ちょっと15日はねミスで負けたかなっていうところも、ありますよね。まあ日本ハムはね7、8、9と、まあ、クモン、タバイ、宮西、秋吉と、まあ、1安打にね抑えて、まあ、あいつのミスをねしっかり得点つなげながら中継ぎ陣でしっかり守りきるっていうね、まあ、いい戦い方できましたし、まあ、今日は3対4というところでね、今度は逆に日本ハムが6回表ビアネーバがサードねベース踏んでファーストによくわからないねどうしたんやっていうね、ファーストとんでもないところに投げてタイムリーエラーで4点目取られて、その後清宮がねホームラン打ったのにそれがねまだ1点差足りないっていうところで、ビアヌエヴァのエラーはね正直言いたかった、もうレアードとビアヌエヴァでねお互いエラーし合って勝ち負けを分け合うっていうねよくわからない謎のミスの連発っていうところありましたし、まあ、ロッテはねマーティンが好調、今日も打ちましたし、菅野がね5回表でタイムリーヒットね、で岩下はねこの2種のね怪我によって得たチャンスをしっかりものにして、今日もストレートアウトコースビシビシ投げてフォークもいい高さから落として、でまあ3勝目っていうところでねこのチャンスをねものにしましたね。岩下グッピッチング続けろいい感じやっていうところでね、まあここからまだねパ・リーグは6連戦続きますから、どういう戦い週末ね注目したいと思います。さあ続いては、楽天西武、14日はね雨天中止、そして15日は、11対0で楽天で、今日16日が7対4で楽天ということでね、現在2勝という楽天勝ち越し、15日はねもう西武今井投手いいんだか悪いんだかよくわからないピッチングを後悔もした、でもねいいんですよね、いいって言わざるを得ないぐらいいいピッチングするんですけど、やっぱりブラックホールをね入っちゃうんですけど、まあ、7四死球ってね前回ロッテ戦もね5四球 で満塁のピンチ作って、で最後ね井上をダブルプレーで打ち取ったからまあ勝ち投手になれたんですけども、今回はねそこをね鈴木大地にポーンって打たれてね守りきれなかったっていうね、投球自体は悪くないですけど、なぜそのいきなりフォアボール連発するんやっていうね、そのちょっと謎をしっかりチームで改善していかないともったいないですね。多分10勝勝ち切る投球してるんですけど、そのなぜか1イニングとかにブラックホールに入っちゃうっていうね、そこはちょっとどうにかチーム本人も含めてね改善していかなきゃいけない、フォアボール出すぐらいだとホームラン打たれろっていうね覚悟でど真ん中投げるとか、そういったところをねちょっとやるのも手かなっていうのもありますね。まあ楽天打線はねもう層の厚さね、今回のこの15日はね DH に浅村が入って、まあ、セカンド小深田ね4打数1安打3打点と、内野ね内田、まあ、前回ホームラン打ちましたし藤田もベテランでいる、で外野手はね小郷もいる、打率4割というところでね、もうこの層の厚さっていうところがねもうどんどん一気にね楽天を強くさせてるのかな、しかもそういう起用法もしますしね、で使った選手がまた活躍するっていうところでね、どんどん移籍組とその元々いた選手たちの層の厚さっていうところがね出たなと。でまあ涌井はね7回1安打7三振と、まあ甘い振る中ね、まあ前回ね大量失点しながらもしっかり5回ね投げ切ったっていうところもありますけど、今回はね完璧でしたね。だからまあ涌井はねもともとロッテの時も援護点さえあれば10勝してもおかしくないような年結構あったんですけど、まあ援護がねなく勝ちきれなかったっていうところもありますから、まあ1年間ねローテを守れるピッチングはできますし、まあ好不調のね波あったり、まあ点取られたりすることもあるでしょうけど、やっぱりね涌井としてはこの新天地に行って能力を十分発揮できてるんじゃないのかなと思いますね。涌井ナイスピッチング。で、まあ今日7対4ということでね、湯気がね、打球が当たって、まあね、投げたいっていう悔し涙ね、まあああいう気持ちがあるとね、さらに成長すると思うんで、まああんまり無理してね、それが大きな怪我につながって、長期戦線離脱してもね、チームとして痛手になるんで、まあそこはね、まあ降板して、まあ次のね、登板に向けてしっかりね、治療もして、頑張ってもらいたいな。その緊急登板にね、安楽がね、3年ぶり勝利ということで、安楽、グッピッチング、おめでとう。ね。
しかも辰巳がねこの高めのクソボールを思いっきり引っ張り込んでホームランとかね、中継ぎもね、まあ牧田は3失点してしまいましたけど、その安楽の後もね、唐島孫武成立森原もね、まあ、ベッチエングっていうねその勝ち試合をねそのまま締める形になりましたし、なんて言っても鈴木大地4打数3安打になって第一が好調だから、もうロッテから移籍した第一涌井、この2連戦グッズ素晴らしい活躍でしたし、まあ、西武としてはね、まあ、山川が打率2割3分9厘と心配ですし、まあ、スパンジェンバーコンもね開幕と最初とかね練習試合は結構いい形だったんですけど、まあ、ここに来てねちょっとそこがね不調っていうところでこの打線のねつながりに蓋をしてしまう形になってるんで、まあ、山川のね復調待ちかなっていうね、もう西武は本当に打ち勝たないとねチームの良さ出ないんで、もう10点取られても11点取るっていうね野球を生かすためにも打線のね奮起期待したいですし、そういった戦いをね週末、どこまでできるかっていうところはね期待して週末の3連戦ね、見ていきたいと思います。さあそして最後は、オリックス対ソフトバンク、14日の試合3対10でソフトバンク、そして15日が0対7でソフトバンクで、今日が16日4対3で、オリックスということで、まあ現在2勝1敗でソフトバンクが勝ってるっていうね6連戦の半分終わりましたけども、まあ14日はね、まあ、柳田が多分左投手は反対方向で右バッターは引っ張りっていうタイミングの取り方意識の持ち方してると思うんですよね。だからそういったところでも4打数3安打3打点っていうところでねいい形になってますし、まあ、バレンティンがね5打数2安打2打点ということで、この柳田バレンティンの頃から見バレンティンがねやっぱり鍵かっていうね打線の中で、まあ、柳田が打つんでね、まあ、ここバレンティン持てばしっかりね得点力も、かなり上がるなっていうねところがありましたし、まあ、アルバースはね右打者へのインコースの投球が全体的に少なかったかなっていうね、まあ、逆弾もね確かにありましたけど、で左バッターの打ちへをね投げきれなかったっていうところで、ちょっとアルバースの良さが半減ですね。ソフトバンク打線が強固っていうところで打ち攻めきれなかったのかなっていうね、もっとインコース右バッターへのインコースを左バッターへのインコースをどんどん投げ込むことがアルバースの良さを生かしていると思うんで、相手打線とか相手チーム関係なく自分の投球をねもっとしっかりした方がいい結果になるんじゃないのかなってね試合見てて思いましたね。あとまあ宗、まあ、1回バレンティンの打球、まあ、ジャックルして一塁走者ホームインさせたりとか、柳田のね左中間の打球も若干そのクッション見余ってね柳田三塁まで行けるとか、ちょっと打球処理が雑っすね。そういったところもちょっと丁寧にねやってもらいたいなっていうところはありますしね。 T 岡田はねやっぱり振りがコンパクト、今年は振りがコンパクトになったなと、まあ、このコンパクトになった理由も多分タイミングがよく取れてるんだなっていうところもありますし、まあそのコンパクトになっても一発っていうね力強さを失わずに、まあ、このね14日もいい形で打ってましたから、まあ、T 岡田はねこのまま、しっかりとしたバッティングすることでねオリックスの打線の厚みが増すんで、まあ、これからもねグッズって頑張ってもらいたいなと思いますね。あとソフトバンクね千賀立ち上がりねちょっと下半身使わず状態の力み状態だけでね投げてるかなっていう感じはありましたけど、まあ突ったって投げてるね感ありましたね序盤はね。でまあちょっとずつ修正して5回終盤ぐらいまでになると、まあ、下半身もねしっかり使えてきて体重乗ってきたなっていうところも、ありましたね。だからそういったところね、まあ、もうちょっと上下のね上半身下半身のバランス悪かったかなというところもありますね。でまあ15日ね、まあ、0対7でソフトバンクはね完封勝利というところですけど、まあ和田がね投球球数も少なかったですし、チェンジアップフォークでスライダーとにかく低かったですね。もう低め低めに丁寧に投げてたなっていう印象もありますし、まあ、6回1安打3三振っていうところでベテランの味が光る投球力に携わず、制球力コントロール緩急で勝負できたなっていうところもありますし、まあ、なんといっても柳田がねやばいっていうね打ちまくるぞっていうねこの柳田をどうにかしなきゃいけないっていうね中での試合に見えましたけど、まあ、オリックスでもね足立大城のね守備がグーッとプロの技っていうねナイスプレーでしたね。バレンティンのフライを取ってからの 6-4-3 飛び出した、4回表ダブルプレー、そしてセカンドゴロをね取って足立に送って4-6-3の7回表ダブルプレー、ほんと素晴らしいねプロの技見たなっていうね。でまあピッチャーの鈴木投手、まあ、前回はね低めにストライク決めきれず仕方なくね高めに浮いてしまったところを痛打される結果になりましたけど、まあ、今回はねしっかり緩急もつけて、そして6回3安打5三振1失点、まあ、ツーシーム縦スラをね低めにしっかり決めながら、強いストレートを投げていくっていうところでね緩急使えて素晴らしいピッチングだったのかなっていうところもありますし、まあ、今後に向けてもね
かなり期待できる楽しみな選手がね今年出てきたんじゃないのかなと。山岡のね代わりをこの鈴木が埋めることによって山岡が帰ってくればさらにね投手陣の厚みが増すっていうところでね、あの楽しみな存在になりましたね。でまあ今日は4対3でオリックスの勝ち。太田選手プロ初安打、初ホームラン、そしてまあ2安打含めてねおめでとうございます。ナイスホームラン、グッバッティングね。お父さんバッティングピッチャーでねオフの間も投げてくれたっていうね話もありますし、そのお父さんもね本当に嬉しいんじゃないのかなと思いますね。なんと21世紀生まれ初プロ野球界でホームランというところでね、記憶にも残るね完璧なセンターバックスクリーンねホームランだったんじゃないのかなと思います。で山崎投手もね逆対角線の球が結構良かったなと。だから右バッターには左、右バッターにはアウトコースのストレートね、ツーシームあのチェンジアップ系良かったですし、あの左バッターにはねインコースのストレート系ツーシーム系っていうのもね本当に素晴らしいピッチングでね、粘りの投球グッピッチングね。あとはもう守備面でね、9回表、まあ、栗原がタイムリーって3点目取るんですけど、セカンドねあれをアウトにしたのは本当に大きかったですね。多分あのレフトに勝った吉田選手ですかね、ナイススローイングで、あれがアウトかセーフかではその後の展開ひょっとしたら追いつかれてたかもしれないですし、あの守備グッツね、ナイスプレーだったかなと。ディクソンをねチームをね救いましたね。まあソフトバンクはねあのいいところで、まあ2番手の坂東選手3回3分の24安打5奪三振無失点ゴペッチェング、なんと徳島県出身鳴門高校、隣の高校ですけども JR 東日本かな行ってソフトバンクに入ってきましたけど、まあ昨年もね良かったんですけど、まあ怪我もあったりしながらね、まあ今年このチャンスを生かしてね、やっぱり徳島県出身としてゴピッチング、ね、期待してます。今日みたいなピッチングね全力で投げていってもらいたいなと。あとまあ今日はね今宮、柳田、バレンティの 2,3,4 がまああの無安打ですから、まあこうやったらねなかなかきついなっていうところもありますしね、逆にそこをねしっかり抑え切った山崎投手を含めたねオリックス投手陣、素晴らしい試合展開だったのかなと。まああのここからね週末どういう戦いになるのか、まあパリーグはね6連戦で、まあセリーグもねまあここ週末の戦いで終われば約開幕してから1ヶ月ですし、まあ PCR 検査でもね中日の全選手陰性っていうところでね、あのまあここから全球団 PCR 検査含めて対策結果出てくると思いますけどね、まあ怪我人も含めてね選手の入れ替わりっていうのは多いと思いますけど、選手ね総力でってねどういう戦いしていくのかっていうね週末も期待したいと思います。ということで以上14、15、16日、3連戦全試合総チェックでした。お疲れ様でした。